平行棒、まず米田勲からです。まあ、彼はどちらかと言いますとその跳躍系ですね、ゆか跳馬を得意にしてますけども、まあ、この平行棒も本当に積極的に技を組み込んできてます。昨日米田はこの種目 8.90。 森末、屈伸のダブル。そうですね、演技自体は良かったと思います。まあ、しかしこういう優勝争いをするにしてはちょっと得点に伸び悩みが出てしまう種目の一つだと思うんですよ。ですから彼がその安定してそのトップを狙う戦いをするんであれば、まあ、この辺が、うまく克服していかないとという課題になるかと思います。この途中の森末という技をご覧いただきますが、指示系の連続からのやはりこういった高さのある技ですね。森末自体の技の実施は大変良かったと思います。姿勢も乱れがありませんし、高さもありましたし、現在順天堂大学の4年です、米田勲。去年のこの NHK 杯のチャンピオンです。この第1班には大学生が2人、そして社会人が4人入っています。塚原、斉藤、笠松、米田、山田、そして藤田健一です。